さあ、倉庫コレクションをご紹介します。これちょっと見てください、このたくさんの段ボールね。こっちもずら、こっちもずらと、これ意外にこうね、雑多に置いてあるようですけど、全部整理できています。さあ、今日はですね、おとぎ話ですね。おとぎ話に出てくるようなおもちゃをご紹介します。じゃーん、ブンブク茶釜ですよ。読めますか？ブンブク茶釜です。ここに CK って書いてありますね。 CK って、これはあの倉持長吉という方が作ったおもちゃ、倉持商店のおもちゃですね。これです、これですよ。ほら、この茶釜からタヌキが顔を出して、お、尻尾がある、尻尾、尻尾皮でできてるよ。ほら、顔を使ってるおもちゃなんかすごいですね。あれ、これルイ・ヴィトン？あ、そんなわけないですねそんなわけないですさあ、これ文福ちゃんは動くよね、これ確か動いてた。あ、動く、どんなやって動くかと、こんな感じで動きます。あ、見つかっちゃった、逃げなきゃって言って踏み切っちゃうの、逃げていくシーンですね。このシーンです、このシーンですね、このシーン。さあ、茶釜からタヌキが顔を出して逃げ惑う、そういうシーン。どうですか、どうですか、美味しそうだね。もう喜んじゃってすごいです。これも古いですからね、結構ね。でもね、こうやって当時のままの状態残ってる、面白いですよね。いろんなものが作られてるっていうことですよね。さあ、今日の倉庫コレクションいかがでしたか。またご紹介します。